誰から行きましょうか。次は、誰から行く、マー君から行く。マー君から行ってみる。たまにはじゃあマー君から行ってみましょう。はい、マー君のルフィです。行きますよ。はい、マー君のルフィ、せーの、ドン。お、反応いいよ、マー君。ね、手が伸びてるところだと麦わらっぽいところがやっぱりキャラクターっぽいですよね。髪の毛ちょっと短いですからね。個人的には六六首にも見えたんですけどね。やめましょうか。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、いいから。今日は、決めてます。ネッピ最後です。はい、次はじゃあリプシー行こう。マーク、リンちゃんから行こうか。マリンズチームから行きましょう。はい、マリンズチーム、リンちゃんのルフィ行きますよ。せーの、ドン。相変わらず拍手大きいよ。さすがリンちゃん、ルフィだよね。パンズボンだしね、麦わらだしね、髪の毛短いしね。すごいな、リンちゃん。けどよく見てるね、アニメもね。朝早いのにね。さあ、じゃあ次はリプシー行きましょうか。あとです。残念ながらあとです。はい、行きます。リプシーのルフィ、せーの、ドン。お、これも結構伝わった、伝わった。お兄さん的には心持ちペコちゃんなんですけどね。ね、まあまあまあ、けどいいですよこれ。はい、さあ最後来ましたよ。どっち出す、どっち出す。じゃあ先にこっち出そうか。先にこっち出そうね。はい、行きます、行きます。ネプシー行きます。ネプシーのルフィ、せーの、ドン。ネッピー、ごめんなさい、ネッピー。はい、これルビーです。はい、ルビーはいいんです。あのさ、お兄さんにさ説明させるのやめてくれない。はい、行きます。今度こそネッピーのルフィ、行きます。せーの、ドン。うん、なんだろうな、壊れた黒ひげですよねこれはね。はい、答え見てみましょう。答えはこちら。またリアルなもの出しましたね。ちょっと色もう少し黒くしてもらえますか。お願いします。あ、逆逆逆、白くなっちゃった。はい、あ、ちょっと見づらいですけど、まあかっこいいのがルフィですよ。はい、さあ、じゃあこれもう一回聞いてみましょうか。ではマリーンズチームが勝ったと思うお客さん拍手。はい、続いてバファローズチームが勝ったと思うお客さん拍手。完全にネッピのせいだ。完全にネッピのせいだこれはな。はい、ということで追いかけ対戦ここまで。マリーンズチーム1勝。はい、仲直りしてよっしゃーじゃないよね。はい、じゃあ仲直りしていただいて、次は、マリーンズチーム、バファローズチームではなく個人戦にしたいと思います。個人戦でやってもらうことは借り物競争。こちら実は前回も行いました、借り物競争。この間ね、あのイーグルスか鳥さんが来た時にやってくれましたけれども、クラッチが来た時にやりましたけれども、今日も借り物競争を行いたいと思います。1枚ずつ引いてもらいます。2枚にしますか。1枚ずつ引いてもらいます。先に見つけてきた人が優勝ということになります。じゃあまず1枚ずつ引いてもらっていい？お兄さんがまとめて呼びます。これどれ引くのも一緒だから、いいよ、じゃんけんしなくてもいい。さあ、そして、借りたものの持ち主の方もご一緒にステージに、お登りいただければと思いますのでお願いいたします。じゃあまずはレディーファースト、リプシーから行こうか。はい、リプシー、それじゃあそれ持ってて。はい、じゃあリンちゃん。ちなみに前回結構ひどい借り物ありました。スイカとかね、全然見つからなくてどうしようってあったんですけど。はい、あと見つからなかったものといえばね、いろいろとありますけれども、サイン物なかなか難しいですね。最後マー君です。はい、マー君見ちゃった。はい、それではいきます、読み上げていきます。じゃあまずはリプシーからいこうか。リプシー貸してください。リプシー、じゃん。リプシーはキャラクターパペット、これは結構ありそうですね。はい、じゃあネッピーいきましょう。ネッピー、ジャン。 T、 オギノのサイン、マリンズです。 T、 オギノのサイン。はい、マー君。 T、 岡田のサイン。
3位。はい、そしてりんちゃんどうした、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 いきます、りんちゃん、ダン、はい、ロレックスの時計、はい、貸してくれる方そのままステージに上がっていってください。それでは参りましょう、借り物競争よーいスタート。さあ、ビプシーはキャラクターパペット、ネッピー T 小木の、小木の高志のサイン、マー君 T 岡田のサイン、リンちゃん、リンちゃん1位、一応ですですね、はい、完全にロレックスのすごい、まさかの1位、あれ、そこの3人、そこの3人、あ、どうぞお座りになってお待ちください。そこの3人、そこの3人、何やってるの、いいよ、見つからないんだったらもう一回引いていいよ、もう一回引いていいよ、早いな、マー君、早いな、はい、じゃあマー君、はい、はい、じゃあマー君それ持ってて、はい、マー君持ってて、投げた、はい、ネッピー、リプシー、あ、いた？キャラクターマペット持ってない、あ、パペット、その子がパペットね、違う、それダメ、ちょっと待って、リーちゃんもう一回リプシーもう一回行こう、はい、リプシーもう一回行きます、はい、じゃあリプシーから行きます。リプシー2度目のアイテムは、はい、行きますよ、リプシーはドン、アナスイの手鏡、はい、ネッピーピッツのガム、はい、そしてマー君、お待たせしました、サマンサタバサのバッグ、はい、いないかな、フィッツのガム、それからウエスタ PA じゃなくて今すぐ買いに行けだそうです、サマンサタバサのバッグ今すぐ買いに行けと、あ、いたいた、はい、レッピーゴール、リプシーいない、アラスイの手鏡もいない、アラスイ手鏡いないなら、あ、今手振ってる、ほら、じゃあ前に出てきてください、はい、前に出てきて、すごい、アラスイの手鏡もいました、リプシーゴール。さあ、それではそこまで、はい、はい、マー君何借りたいことある、誰か買いに行けよ誰か買いに行けよさあ、改めて結果を発表いたします。まず1位、まさかでした、ロレックスの時計、リンちゃん、おめでとうございます、ありがとうございました、本当に。そして2位はネッピーかな、ネッピー、はい、フィッツのガム、ちゃんとね、フィッツガム持ってきてくれました。そして3位、リプシー、アナスイの手鏡、ね、そして協力してくれた人には、せっかくですので今キャラクターたちが描いた絵をそのままサインをお入れしてプレゼントしたいと思います。普通のサインがいい、普通のサインがいいってじゃあちょっとその辺は後ほど改めて、はい、やらせていただきたいと思いますので、とりあえず一回書いていただいて、うん、直接まずここでお渡しいたしたいと思います。はい、マー君反省しててください。はい、マー君なんか書きたいことあったらいいよ、ペンあげるからちなみにマー君は先日のクラッチとの借り物対決でも、同じくサマンサタバサのバッグで出てきませんでした、いないですね、サマンサタバサのバッグね、やっぱり今キットソンとかの方が多いのかなさあ、ということでマー君の絵どうしましょう、グラディウス欲しい、じゃんけんとかやれるのかな、サマンサタバサのバッグ買ってきた人にはプレゼントします。はい、マー君何、どん、持っとけ、ピーコに怒られるぞ、ピーコね、ここに来ないから、ピーコおしゃれチェックここでしないから、お、すごい、しかもプレゼントまで、あ、おめでとうございます、なんとオリックスさんから景品までいただきましたので、はい、改めて、ね、借り物競争にご参加してくださったこの3名のお客様に大きな拍手をお願いいたします。
ください。はい、お気をつけて、階段の横にございますので、はい、ありがとうございました。さあ、といったわけでお届けしてまいりましたキャラクターステージ、皆さんいかがでしたでしょうか。もう気持ちのいい終了でしたよね。リンちゃんも、それからネッピーもリプシーもちゃんと借り物見つけることができて、もう本当に心よくこのステージで終わることができると思います。何？絡まないの、マー君、絡まないの。はい、ね、ここでマー君が勝てなかった分は、今日試合の中でマー君にね、マリーンズに取り返してもらいたいと思いますので、ぜひ皆さん両チーム負けずに大きな声援どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めてマー君、リンちゃん、そしてレッピー、リプシーに大きな拍手をお願いいたします。さあ、以上をもちましてキャラクターステージ終了となります。そしてこの後はリンちゃんと一緒にお花畑に水をあげに行ってくれるお友達の集合